はいどうも、今回はこちらご依頼いただきました。ありがとうございます。長谷川モノグラムの59年キャデラックエルドラドビアリッツ、これをやっていきたいと思います。これも移転前に一回やっていましたけれども、まあ、また改めて、ね、ご依頼ということでやっていきたいと思います。では見ていきましょう。かなり久しぶりなのでもう具体的にどういう風だったかは覚えてないんですけど、未だにここのこのねヘッドライトね、前回これどうしようっていうだったんですけど、どうしようかなっていうところはありますね。こんな感じのね、よいしょ。キットのロッド自体がかなり古いロッドなので、また一回洗ってあげないといけないですね。久しぶりに見るなお前。で前回のはクローズドボディだったと思いますけど、今回はあのオープンですね。レッシャー足です。これまあ1/24、あれそうか、モノグラムだから1/24か、でっけえなあ92年の金型ですね。久しぶりですけど、まあちょっと古いから微妙なところかな、大丈夫かな、歪みがちょっと怖いですね。まあ前足とかね、出札の一部とかちょっとランナー落ちしかかってますけど、まあこれも仕方ないですね。でまあエンジン関係とかのね部品ですね、一通りあります。どういう風だったかな、そんなにね苦労した覚えは正直あんまないんですけど、これがホロ開けた状態かなの部分とか、まあ、シートの一部だとか、ステアリングがねこれね持ち手の部分とグリップの部分とスポークの部分はね別体成形なんですね。で内装の部品ですね、今回はボディカラーをピンクで内装もね白とピンクで決めてほしいっていうことなので、多分箱絵とほとんど同じような感じの仕上がりになるかなっていうふうに思ってます。でこれホロとタイヤのねホワイトリボンの部品ですね。久しぶりだねお前、うまく組めるかね今回は。でこれフロアの部品ですね、このシートバッグだけが別体っていうようなそんな感じの構成になってますね。これはまあフロントシートの後ろの部分ですね、シートバッグの部分ですね。でクリアレッドの成形色のパーツで、成形色クリアレッド成形のパーツですね。前回もこんな風だったと思いますけど、でメッキパーツです。ちょっと待って、タイヤで溶けてない、大丈夫、メッキされてるからそれで溶けないかな。あ大丈夫ですね、あーよかった。ヘッドライトリムどうしようかな、メッキもそんなくすんでないのでこのままいきましょうか今回はね。でタイヤですね、溶けてなくてよかった。クリアパーツも大丈夫そうですね、よかったよかった。でよっこいしょ、あ説明書、あ1/25じゃん1/24ちゃうやん。まあ、元々のモノグラムの説明書ですね。これがまあ袋の中入ってて、まあ一応袋で梱包されてたんでしょう。あの長谷川の方で梱包したんでしょう。モノグラムから入ってきた時にね。でまあこれはまあこのナンバープレートのやつしか使わないかな。あとはもう塗るような感じにしていきたいと思います。では始めていきましょう。
切り出しが終わりました。シャーシはこのねフロントの足回りをもう組み立ててしまっています。こうやってねフロントの足回りは組み立ててしまっています。でリアの足回り、後ろの足回りに関してはこうやってねマフラーがここを通ります。なので、まあ、今回くるくるこうしながら入れるのは難しいかなっていうふうに判断して、でもねリアのサスペンションメンバーは別でいきます。別で塗装してつけるような、そんな感じにしていきたいと思います。ボディのここの取り離す、切り離す部分ですね、ここに関しては、塗装するときにねこういうふうに固定するようにしたいんですよね。こういうふうに。なので、まだ切り離さずに、まあ、研ぎ出しが始める前ぐらいに切り離すような、そんな感じにしていこうと思います。でここにねキーシリンダーのモールドがあるんですけど、ここまたインセクトピンに置き換えるので 0.8 ミリのピンバイス、これで穴開けます。まあ、クリアを塗装したらね、クリアとかいろいろ塗装していったら、どうしてもねこの辺は、まあ、埋まってしまうので、まあ仕方がないかな。まあ、他にねもうもっと薄く拭くことができればいいんですけど、なかなかそういうわけにもねっていう感じですね。よいしょ。で前回そのヘッドライト周り、まあ本当はあれだったらボディカラーになるところがあるんですけど、そこは一体成形されちゃってて、でそこをどういう風にしようかまだ考え中ですが、まあ、とりあえずは進めていって、で今んとこ考えているのはウレタンクリアを吹いているので、吹いて乾かしているので、その後にまあ塗装して拭き取るとか、そんな感じにしようかなと思っていますが、あの周りすごく入り組んでいるのでね、ちょっと今どうしようかなっていうことも考えつつ、次の工程に入っていこうと思います。ピンク色にしてほしいとなんですけど、まあ普通のねあのクロワスとかから発売されているピンクは違うよね。でどうしようかなっていうふうに思いまして選んだのがこのサフェーサーエボパステルピンク、これをベースに作ってみることにしました。これに白を混ぜて、クロワスのクールホワイト混ぜて作ってみました。あの画像によってもうこのピンク違うんですよね。こんな感じの色味です。色味伝わってるかな、こんな感じの色で。トヨタ博物館にいるやつはメタリックが入ってるらしいんです。なんですけど依頼者さんの希望でメタリックはいらないと。で色々塗ってみてこの色ならどうやっていうことで作ってみたピンクがこちらになります。
ピンクシャフベースにちょっとずつ白を足してクールホワイトを足して作ってみました。この色ならどうですかね。だいぶちょっと濃い感じしません？なんかこれじゃなかったらちょっとまた難しいところですけど、とある映画に出てくる仕様のピンクの色が良かったっていう感じだったんですね。リアリさんかなって。で、そのピンクをどうしようかなって、その映画もいろいろ見てみたんですけど、画像とかをね、検索して、画像によってね、色味が全然違うんですよね。このエルドラドのピンクってもう多分、当時のその何実写の色味のやつはまあ残ってないんじゃないのっていう話だったんですよね、ライトさんと話してたから。まあ大体レストはかけられてるだろうと。レストはかけられてたら多分当時の色、まあ再現はしてるとは思うんですけど、まんま同じ色ってことにはならないよね。ということで塗ってみたのが、作ってみたのがこのピンクです。ここのヘッドライトの横とかピンクなんですよね。ボディカラーなんですよね。で、前回エルドラド作った時、申し訳ないです、これはこのままで買わさせてもらいますって言って、そのままにしたんですが、今回はちょっと頑張ってみようと思います。うまくいくかなーと思うんですけど、なんでここ別体にしなかったのかなー。別体にしてくれたらはるかに楽なのに。どうするかと言いますと、切ります。長谷川のトライツールのエッチングソー。怖いよー怖いよー。まずは縦の部分を切りました。で、次は横の方ですね。怖いよ怖いよ。こういう時にね、超音波カッターがあるとね、楽なんですけどね。結構熱いなこの部品。今エッチングソーでね、切り込みを入れました。そしたら次、このホーリー職人かたぎのね、これを通して削って、切り込みを入れていきます。だんだん薄くしていきます。めっちゃ時間かかるけど、折れる瞬間を収録できていなかったというね。こういう風に切るというか割りました。ちょっと傷ついてしまったところに関しては、またミラーフィニッシュをね、貼ろうと思います。あ、ちなみに今回実は一回ウレタンクリアを拭いています。だからウレタンクリアの層がめくれちゃったね。まあこんな感じにしてね、あとはここをヤスリがけして、このね、表面の部分、ここをちょっとヤスリがけして、こっちはヤスリ掛けしない方がいいかな。メッキが削れちゃうといけないから。で、塗装が終わったらまたね、ここにくっつけてあげるという感じですね。ここの分割線はそんなに気にしなくてもいいかなと思います。っていうのもこうやってくっついちゃえばわかんないですし、ここ基本的に本来だったらね、実写だとどうなんだろう。ここの山の部分で、こう山の部分がこっちにくっついてるのかもしれないですが、パッと見そんなわかんないでしょ。というわけでこんな感じにしてね、分割してから塗装していく。なんでここの部分初めから分割してくれなかったんだろう。
研ぎ出しとね、このエンジンルームの塗り分けが終わりました。いつもは、まあ、剥がれてくる可能性があるからって言ってやらないんですけど、今回依頼者さんの方からですね、ミラーフィニッシュを貼ってほしいということだったので、まあまあ、剥がれる可能性がありますよっていう話をしましたけども、それでもっていうことだったので、ミラーフィニッシュを貼っていきたいと思います。当初ね、ミラーフィニッシュを貼るつもりはなかったので、ここ、先に塗っておかないと、もう多分、埋まっちゃうだろうっていうふうに思って、このテールフィンのね、上に上がる部分と、この、後ろのね、ウィンドウモールの部分、ここも塗っておいたんですけども、塗ってから、ま、ウレタンクリアを吹きました。で、このね、エンブレムのところも、ガンダムマーカーのメッキシルバー。で、筆に取ってね、ちょっと塗っておいてから、ウレタンクリアを吹いています。で、今回なんですけど、このために、ミラーフィニッシュを2つ取り寄せました。っていうのも、ここね、一枚張りになるかなというふうに思うんですよ。こっからここまで。その辺考えたら、大きめに取らなきゃなというふうに思ったのと、あとですね、メッキパーツなんですけど、ここ、もうメッキがしっかり入ってないところがあるんですよね。で、こういうところもあったりとかするので、だったら、もうこの辺ももうミラーフィニッシュで貼り直した方がいいかなというふうに思いまして、ミラーフィニッシュを、二つ取り寄せました。なんと贅沢な。これ二つでアリーヌキット買えますからね。で、これを一枚張りするんですけど、怖えなぁ。うまいこといくかなぁ。ちょっと大きめに切らなきゃいけないしね。なんと贅沢な。うまいこと貼れるかな。よいしょ。足りるよね。大丈夫だよね。よいしょ。久しぶりに貼るわ、ミラーフィニッシュボディに。シワがいる。あ、シワか。足は酔った。ここは貼り直すか。よいしょ。あ、ちなみにあのキットに付属のメッキシートなんですけど、あるにはあるんですが、もうダメですよね。こんだけくすんじゃってるとちょっと使い物にならないなということで、これは使いません。ここで切るか。
と。よいしょ。で、切っていきます。怖いなぁ。何がどうって、ウレタンクリアーだから粘着しちゃって剥がれてほしい時には剥がれてくれない可能性があるんだよな。それが怖えな。あー、目がチカチカする。ここで一回切ります。もったいないけど。ああ。こうしわ寄っちゃったから。でもしわ寄ったやつこれ伸ばせるかな？いや、ダメよ。捨てよ。もったいないけど。で、よいしょ。言うてミラーフィニッシュもね、厚みがゼロではないんで、よいしょ。他のなんかいろいろに干渉しそうで怖いには怖いですね。いくら薄いとはいえ、あ、切れてない。マジか。切れてない。そう。うわ、めっちゃ張り付いてる。あー、もったいない。とまあこんな感じでね、一枚張りをここまで知るっていうような感じにしてやっていこうと思います。ようやくここまで来ました。ミラーフィニッシュは結局2つ使っちゃいました。そら、こんだけの面積をね、1枚張りとかしようとするとそうなるよねっていう、そういうところはあるかなっていうふうに思いますけどもね。今回はボディとシャーシの合わせはそんなに苦労せずにできましたね。
前回どこだったかでめっちゃ苦労したような覚えがあるんだけど、今んとこはスムーズにいってるかなっていうふうに思います。バンパーのね横のところ、ここのねヘッドライトのとこ切った時にちょっと傷ついちゃったりしたとことかも、もうミラーフィニッシュで貼り直してっていう感じにしています。横のねちょっとねこの辺もまあ貼っておきました。でこれフォグなのかな、ここに関しては説明書のままだと、まあ、このままね、何もつけずに、レンズ、塗ったりせずにレンズをつけてねっていう風になってますけど、それだとね、ちょっとね、どこまでがレンズでどこまでがバンパーやねんみたいな感じになっちゃうので、ここはちょっと奥行き感が出るように、またちょっと白の方で、塗ってってやってみました。ここはね、全然合ってねえな。これはね、確かね、前回もね、なんか、全くうまいことつかなかったような思いがあります。まあ今こんな感じでね、とりあえずここまで進められました。で今回フロントバンパーなんですけど、この裏側ここにね、セメダインハイグレードをめっちゃムニムニムニュっていう風にしてから、とりあえずある程度ちょっと乾かしてからカチャコってやって、で今ヘッドライトがねついてない状態です。見てみたらここがちょっとすくんですよね。前回はね、ここにね、セメダインハイグレードをめっちゃ持ったような覚えがありますけども、今はね、ヘッドライトを別体にしてやってるんで、やってみたら、あ、ここから瞬着流し込めばくっつくじゃんってことでくっつけてみたら、お、いい感じっていうところですね。で、ヘッドライトはね、こんな感じになってます。で、これをつけるというね。なんでこれ初めから別体にしてくんなかったんだろうな。まあ、今更感はあると思いますけどね。ヘッドライトがつくとね、やっぱそれっぽさが増しますな。別体にしてくれよ、ここは金型作るときに。よし、いいんじゃない。まあとりあえずこんな感じにしてね、あと細々したものを取り付けしてって完成まで持っていきたいと思います。はい、長谷川モノグラム25分の1、59年キャデラックエルドラードピアリッツ完成でーす。ご依頼いただきありがとうございました。大変お待たせして申し訳ないです。ミラーフィニッシュがすごい時間かかりましたね。まあ、こんだけの面積貼ろうとするとっていうのもありますし、こんだけ面積貼るの、多分かなり久しぶりかなっていうふうに思います。しかもかつね、1枚張りっていうのは今まではこの面積はやったことなかったですね。まあ、またいつもの通り内装は依頼者さんだけがニヤニヤしてもらうようにお見せしません。だからホロ閉めた状態。いやー、このテールフィンね、このテールフィンの部分のこのこっちのテールランプですね、この部分だけは塗装しました。ここはね、ミラーフィニッシュでやろうとすると多分ね、厚みで潰れちゃうんじゃないかなというふうに思ったので、なのでそこは塗装でやっています。あとはウィンドウサイドのここのね、ドアのウィンドウの部分、そのままだとちょっと長さが合わなかったのでちょっと切ったりとかしてね、でくっつけてます。メッキパーツのね、ゲートアウトは基本的にはガンダムマーカーのメッキシルバーでタッチアップしましたけども、ちょっと目立つようなところ、例えばリアバンパーとかね、フロントバンパーとか、その辺に関してはまあミラーフィニッシュを貼ってっていうような感じにしています。まあ、このキット自体はしばらくまた国内には入ってきてないかなというふうに思います。最後に入ってきたのがね、多分ね 5,6 年前とか、かなり前だったと思います。一番新しいロットがなんだっけ、ミントブルーみたいな、そんな感じのね、ミントブルー、ミントグリーンみたいなボディカラーの箱写真のやつが、多分自分が知ってる中では一番国内に入ってきたのは新しいやつかなっていうふうに思います。それ以降はね、全然見てないですね。キット自体は、まあ、組みにくくはないと思います。組みやすくもないけど、組みにくくもないと思います。確か前回の国内入ってきた時が4000円台後半だったような覚えがあります。なので多分次入ってくるとしたら、まあ5000円台後半かなとかっていうふうに思ったりしますけども、キットについてくるやつは前回のエルドラドもそうでしたけども、デカールではなくてシールなんですよね。
一番新しいロットはちょっとデカールになってるかどうかわからないですけど、これもちょっと前のロットなのね。ちょっと今のロット、新しいロットはどうなのかってことはちょっと何とも言えないんですけれども、まあそこら辺気にするんであれば、まあ、国内、って言っても、これ、シールになってるところって、サイドのね、このメッキモールのところと、あと、前後ナンバープレートと、あとは、助手席のバニティミラーぐらいなんですよ。だから別に、そのシール、まあ、今回みたくね、ミラーフィニッシュで貼ればいいよっていう人だとか、あとは、まあナンバーは別になくしてもいいやとか、そういう人だったら別にそこは気にしなくてもいいかなっていうふうに思います。どこかな。まあ、とりあえずは、今回はこんな感じに仕上がりました。前回よりはちょっと進歩したかな。あ、そう。ボンネットなんですけども、閉まりません。閉まらないので、ヒンジの部分を、差し込みの部分をね、ちょっと切りました。ちょっと切って、でもちょっと浮いてますけど。だから、で、元々が短いんで、開けた状態で保持することは多分できないんじゃないかなっていうふうに思います。その辺考えると、もうつけなくてもいいんじゃないのっていうことは思います。まあ、今回はつけましたけどね。まあ、とりあえず今回はこんな感じで仕上がりました。というわけで今回は長谷川モノグラム1/25、59年キャデラックエルドラドビアリッツでした。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。